皆さん、こんにちは。今日は、飛鳥時代の気になる女性、ぬかたの大君について語りたいと思います。皆さん、こんにちは。あんたって子は、またしてもレアな人物を取り上げるのね。いやいや、こんなに魅力的で興味深い人物を取り上げないなんてもったいない。そこまで言うなら付き合うわ。おう。では、気合を入れて始めるぜ。レッツゴー。飛鳥時代を生きた、このぬかたの大君という女性なんだが、二人の天皇をめぐる三角関係の恋に苦しむ女性だったのか、三角関係をも仕事に利用する野心家のキャリアウーマンだったのか、探っていきたいと思います。ちょっと、三角関係って何なのよ。気になる話があるのよ。しかもぬかたの大君って名前が女性っぽくないじゃない。そうだよな。でも万葉集などの資料はこう記述されてるんだ。ふむ。まずは事実確認から。飛鳥時代を代表する天皇である天智天皇と天武天皇兄弟に愛された女性、それがぬかたの大君だ。あら素敵。ぬかたの大君は西暦630年から640年頃に生まれたと思われる飛鳥時代の人物だよ。蘇我恵美氏とイルカ親子が大活躍していた頃に生まれた人なのね。うん、幼少期のことについては記録がないからわからないけど、日本書紀にはぬかたの大君の名前が出てくるんだよ。へえ、なんて書かれてるの？天武天皇は、はじめ、鏡の大君の娘、ぬかたの姫をおめとって、当地の姫巫女を産んだ、という記述があるんだ。へぇ、ぬかたの大君のお父さんは、鏡の大君って人なんだ。うん、王っていうぐらいだから、当園ではあるものの、天皇家の一員ではないか？というのが通説なんだ。なるほど。家柄は良いってことね。でも、身分はそれほど高くはなかったと思われる。あ、そうか。天皇家の血を引いてるとはいえ、当園の一族なんて大勢いるもんね。そうなんだよ。でも一族には違いないので、宮中に出資するのに有利ではある。血縁コネクション。そういうわけで、ぬかたの大君は16歳ぐらいで宮廷に出資したと思われる。へえ、女官だったのか。そしてぬかたの大君は、女帝である斉明天皇に才能を見出され、天皇の側近歌人として活躍することになった。側近歌人？宮廷歌人というのが一般的かな。女性である斉明天皇は、ぬかたの大君を側近として近くに置いて、歌を読ませていたようなんだ。娘のように可愛がってたのかな？それはあり得る話だな。というのも、斉明天皇は息子の一人である大天の王子、後の天武天皇に、ぬかたの大君を引き合わせているんだ。へえ、母親が自分の息子の嫁にと見染めた女性ということは、見た目も麗しく、歌の才能もあって、家柄もよく、日の打ちどころがない女性だったのね。そうだな、宮中にはお妃候補である女官が大勢いただろうから、その中でもぜひうちの息子の嫁にって思われるほどの女性だったんじゃないかな。魅力的な女性だったに違いないわ。ちなみにだけど、この時大天の王子は16歳、ぬかたの大君は19歳だったと推測されている。ほうほう、年上女房だったのね。そう。で、歌人ってどんな仕事なの？当時、宮中では天皇に代わって天皇の心中を読んだり、家臣を鼓舞する歌や、民衆の不満を和らげるための歌など、政治的にも歌は必要不可欠な要素だったんだ。へえ、そんなに重要な役目をぬかたの大君は任されていたのか。うん。実際、万葉集にはぬかたの大君の歌が、長歌が3首、短歌が10首掲載されている。例えば、どんな歌なの？では、初期に読まれた代表作の一つを紹介しよう。にきたつにぃ、船乗りせむと、すきまてば、潮もかないぬ、今はこぎいでな。どういう意味？にきたつで、船に乗ろうと月を待っていたら潮の流れが良くなってきた。さあ、今こそ船をこぎ出そうじゃないか。という意味。ちなみにだけど、にきたつは、現在の愛媛県にあった港のこと。勇ましい感じの歌ね。そうなんだよ。この歌は、くだらからの救援要請を受けた大和朝廷が、家来たちを引き連れて、これから九州に向かう船に今まさに乗り込むという時に読まれた歌なんだ。いざ、出陣じゃーって感じがよく出ているわ。家臣たちも、この歌を聴けば気持ちが高ぶるよな。そうね、心情に訴えて家臣をまとめるなんて、ぬかたの大君すごい。そりゃ、ぜひうちの息子の嫁に、って思うよな。しかも美人なんでしょ？容姿についての記述はないが、当時、宮中には有力豪族たちが超美人を献上しているから、その中にいても、引けを取らない女性だったと思われる。私も嫁に欲しくなってきたわ。何寝ぼけたこと言ってんの。
前述の日本書紀にもあったように、ぬかたの大君は、後の天武天皇である大天の王子との間に、当地の姫巫女という女の子を産んでいる。娘も生まれたことだし、母親業に専念するのかしら。いや、その後もずっと斉明天皇のそばで、歌人という仕事に邁進していく。キャリアウーマンだったのね。斉明天皇が出かけるときには必ず一緒に行動して、その行く先々で、斉明天皇に成り代わって天皇の気持ちや言葉を歌にする。斉明天皇からものすごく信頼されていたのね。うん、さっき紹介した出陣の歌を読んだ後も、天皇家ご一行と一緒に九州に渡ってるんだよ。なくてはならない存在なのね。そういうことだな。でも、九州で出兵の準備をしている最中、ぬかたの大君をあんなに可愛がっていた天皇が崩御してしまうんだ。悲しいわね。ぬかたの大君にとってもショックだったに違いないわ。うん、そうだろうな。あ、これは後ろ盾をなくすことになって、キャリア的にもピンチだわよ。確かに、夫である大天の王子は当時皇太子でもないから、後ろ盾としてはかなり弱いと言える。キャリア志向だったみたいだし、どうするの？ここで大天の王子の兄である中野上の王子が登場するんだ。あ、三角関係の予感。後に天智天皇となる中野上の王子は、弟の大天の王子に、自分の4人の娘を妃として差し出す代わりに、なんか嫌な予感。ぬかたの大君をもらい受けたいと交渉をしたようなんだ。やっぱり、そんなことしていいと思ってるの？いいも悪いも、皇太子でもある兄に逆らうなんて無理なんだよ。大天の王子とぬかたの大君は引き裂かれてしまうのね。そうなんだけど、キャリア志向のぬかたの大君にとっては、皇太子である中野上の王子が後ろ盾となってくれた方が、活躍の場が確実に増えることになる。あんたって子は、世知辛い妄想するのね。キャリア面だけに注目すればそうかもしれないけど、大天の王子の第一夫人で娘までいるっていうのに、そもそも中野上の王子はなんでぬかたの大君をもらい受けたいと思ったの？記録に残ってないからわからないけど、あんたもさっき、ぬかたの大君を嫁に欲しいって言ってたじゃない。あ、美しい上、仕事もできる女だった。魅力的な女性だから嫁に欲しかったのか、政治的にぬかたの大君の歌を利用したかったのか。まあ、三人とも大人だし、それぞれの心境は計り知れないな。ふむ。これが原因かどうかわからないんだけど、大天の王子と中野上の王子は、この頃から兄弟仲が悪くなっていったようなんだ。そうなの？気になる話が文献に残ってるんだけど。何それ聞きたい。天智天皇となった中野上の王子の宮で開かれた宴席のエピソードがあるんだよ。うんうん。その宴には主だった重臣のほとんどが参列していたそうなんだ。もちろん大天の王子も参列していた。そりゃそうよ、天皇の弟だもの。宴も竹縄となってきた頃に、大天の王子が立ち上がって廊下に出たんだ。その後ろ姿は、誰の目から見ても酔っ払っていて足取りも危うく見えた。ふむふむ。少しして、大天の王子が戻ってきたのだが、その姿を見てみんながハッとなった。何があったの？大天の王子は長槍を小脇に抱えるようにして部屋に戻ってきた。どういうこと？長槍の前でも踊るのか？いや、余興にしても天皇のすぐ目の前に槍を持ち出すのは許されないことなんだ。しかも足元ふらついてるくらい酔っ払ってるし、その場にいた数人の家臣たちが駆け寄ろうとしたとき、大天の王子は、と叫び。叫び？床めがけて長槍を放ったんだ。なんと。槍の穂先は宴席の中央の床に突き刺さり、その場は騒然となった。酔いも一遍で冷めるわ。そうなんだよ。楽しくワイワイやっていたのが、一瞬で場が凍りついた。それを見た天智天皇は、猛烈に怒り出したんだ。弟の失態だから？いや、その行動は天智天皇に対する挑発以外の何者でもない。お前、狂ったのか、すぐに成敗してやる、と怒り狂う天皇は、自分の刀を抜こうとする。何これ、突然の修羅場。刀を抜こうとしたその瞬間、重臣である中富の鎌足りが、天皇を後ろから押さえて止めさせた。中富の鎌足り、いいやつなんだよね。そうそう。中富の鎌足りの人物像については、以前動画にしているので、よろしければ見てくださいね。で、どうなった？中富の鎌足りの仲裁で、大天の王子は許されることになった。この原因が何かは不明なんだが、政策に対しての意見の不一致とか、実は、ぬかたの大君を奪い取られたことを恨みに思っていたのでは？とか、お酒の力を借りて、その恨みを行動に移しちゃったのかしら。
真意はわからないが、兄弟の間に確執があったのは事実だな。確かに。そして、お待ちかねのあの有名なエピソードに行くよ。有名なエピソード？うんうん。万葉集に残されている、ぬかたの大君と大天の王子の歌に、問題の歌がある。問題の歌？1300年前に読まれた二人の歌の掛け合いが、いろいろな憶測を呼んでいるんだ。どういうことなの？では、状況説明から。天智天皇が宮殿を海に移してすぐの5月、天皇ファミリーや家臣たちで、蒲生の、と呼ばれる、琵琶湖の湖畔に出かけ、男性陣は狩りを、女性陣は花畑で花摘み、という、野外アクティビティを楽しむ会があったんだ。飛鳥時代の人たちも、いろいろと楽しそうに暮らしてるのね。だな。その夜に、宴が催された。宴ばっかりだな。この日は、野外アクティビティに参加した人たちみんなが参加する宴会だったので、大いに盛り上がっていた。楽しそう。宴も竹縄になった頃、今日の行楽にちなんだ歌を披露し合う流れとなった。え、急に緊張しちゃうわ。うん、歌に自信のない人たちはドキドキしたんじゃないかな。でも、みんなそこそこ酒が回ってるし、ブレイコーって感じで賑やかに歌の披露が始まった。何人かの歌が披露された後、ぬかたの大君の順番となった。ぬかたの大君はプロだし、余裕だわよ。そこで披露されたのが、この歌だ。あかねさすう、紫の雪、しめの雪。のもりは水や、君が袖振るう。どういう意味？直訳すると、紫草の生える野原を行くあなた、野の番人が見ているかもしれないのに。そんなに袖を振らないでください。今風に言うと？旦那が見ているかもしれないのに、手を振ってアピールしないでよ。バレたらどうするの？なんだ、この歌は。旦那って天智天皇じゃない。なんでこんな際どい歌歌ってんのよ。これで驚くのは早いぜ。もっとすごいことになる。この歌に大天の王子が答えるんだ。なんなのこの展開。紫の王、匂える芋を、憎くあらばあ。人妻ゆえに、我恋姫やもう。ちょっと、人妻とか言ってるわよ。直訳すると、紫草のように美しいあなたを、憎らしいと思うことがあるだろうか。人妻でありながら、これほど恋しく思うのは、あなたを嫌いになれないからです。ちょっと、私が焦るわ。今風に言うと、別れてから、あなたはもう人妻となってしまったけど、今でも愛しているよ。おいおいおい。これが1300年間、物議を醸し続けているエピソード。そりゃ、物議も醸すわよ。これ、天智天皇は大丈夫だったの？また、刀抜きそうなんですけど。安心しろ。そういった記録は残っていない。やっぱり二人の中に、引き裂かれた思いが残っていたんだわ。そういう説もあるし、宴会を盛り上げるための余興だったっていう説もある。え？余興説？なるほど、そう言われるとそうかもしれない。こんな大勢いる酒の席の余興で、秘めた思いを打ち明けるってのもねー。そうなんだよ、そこにいる全員が。ぬかたの大君と大天の王子が元夫婦だって知ってるからな。酒の席だし、ノリで際どい歌でも読んだろ、って感じだったのかしら。大天の王子も、ノリノリで歌を返してるしな。でも、ほろ酔い気分に任せて本心を歌ってしまったって説も捨てきれないわ。ほら、物議を醸すだろ。うん。だけど、天智天皇のお咎めなしでよかったわ。そもそも、天智天皇は、ぬかたの大君のことどう思ってたのかしらね。天智天皇が都を海へ移すとき、慣れ親しんだ飛鳥を離れることに反対する家臣や民が多かったんだが、その、民衆の不満を和らげるのにぬかたの大君の歌が一役買ったようなんだ。さすがだわ。ぬかたの大君のおかげでスムーズに戦闘できたのね。そう。天智天皇は積極的に政治改革を進めていたから、家臣や民衆の心をつかむのに苦労していたんだけど、ぬかたの大君の歌によって支えられていたところもあったようなんだ。この二人は仕事上の利害関係だけで結びついていたのかしら。それもまた微妙なとこで、天智天皇が自分と弟、そしてぬかたの大君の三角関係について読んだのでは？と思われる歌が、万葉集に残ってるんだ。マジで？歌の意味はこうだ。昔にも、かぐ山と耳なし山、うねび山の山と三山が三角関係で争っていたというから、今でも妻をめぐって争うものらしい。という歌。あらまあ。実際、山と三山の伝説に、かぐ山と耳なし山がうねび山をめぐって争ったという話があるらしい。それが、自分たちのようだと思ったのかしら。かもな。ぬかたの大君はどうだったの？
実はぬかたの大きみにも、天智天皇を思って呼んだのでは？という歌があるんだよ。どんな歌よ？あなたが早くおいでにならないかと恋しく思いながら待っていると、私の部屋のすだれが秋風に吹かれて動きます。あなたが来たのかと思いましたが、姿は見えませんでしたよ。という歌。乙女チックな歌よね。これがまたしても、純粋な心を歌にしたのか、才能を見せつけようとした歌なのか。才能を見せつけるって何なのよ。当時の中国の漢詩で、秋風がすだれを揺らすという言い回しに意味を持たせていて、夫を待つ女性を表しているんだ。ぬかたの大きみは漢詩の知識があって、それをうまいこと歌に取り入れたのね。飛鳥時代に、漢詩を熟知している女性なんてほとんどいなかっただろうから。こんな些細な歌に漢詩の知識をぶち込んでくるなんて。大したもんよね。ますます一目置かれるってわけだ。ぬかたの大きみは何年ぐらい歌人として活躍したのかしら。天智天皇の崩御後の歌で残っているものは少ないんだが、晩年の歌までカウントすれば47年間も歌を読み続けていたと思われる。少女時代から晩年まで、宮廷歌人として政治紛争の中に身を置いていたのね。当時の男性中心の政界を、ぬかたの大きみは歌を武器に渡り歩いたわけだもんな。そうよね。当時の女性で文字の読み書きができて、漢詩の知識も豊富な上、人心を掌握できる歌を読むことができたのだから、ものすごい才能だわ。こうしてみると、ぬかたの大きみって人は、兄と弟に愛されてしまうという、恋の三角関係に身を置くか弱き女性というよりも、大海人皇子や天智天皇を踏み台にして、仕事に生きる女性だったのかもしれないわね。運命に翻弄されたという見方もできるかもしれないけど、キャリアのためなら利用できるものは何でも利用する。そうね、ぬかたの大きみって自立する強い女性に見えてきたわ。かっこいいよな。私もあの歌歌ってみたい。え？何？あかねさすー、紫の雪。それでは、皆様本日もありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。君が、袖振るー。のもりは、水や、君が、袖振るー。